はい、ともゆたです。今回は愛車紹介なんですけれども、東海遠征2日目で美浜サーキットに来てるんですけど、VAB の車種別コースレポートの朝岡さんにちょっと愛車紹介見せてもらおうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずちょっとじゃあこの車を買ったきっかけというか、どのぐらい乗られてますか？平成29年で、5年目5年目、はい、電気型になります。電気型、はい。なんですけど、はい、ボンネット変わってますね。はい、コンドエンジニアリングさん、コンドエンジニアリングさん、はい、人気ですね。皆さんつけてますよね、最近。作りがいいんですよね。そうですね、あのこれ雨水とかも、あのそうですよ、ね、裏のダクトなしで避けるようになってて、いいっすよね。排熱もかなり考えられてます。かなり作りを考えて。これあのカーボンモデルと FRP カーボンみたいなのあるじゃないですか。これ表カーボンの裏 FRP、 はい、それでは後ろは FRP、 はい、はい、前を回りました。グループの方は準備できた方からコース結構尻もいいですね。そうですね、でこれ網も重くついてます。めちゃくちゃいいですね。これインタークーラー守って、そうですね、原服、まあ、サーキットユーザー定番の感じです、はい、はい、クスコ、クスコ製です、はい、で、あ、ここ外してますね。これはやっぱ空気を、まあ、取り込むためにフレッシュエアを。なるほど。で、あとまああれか、フォグとこも変えてですね。そうですね、F 型かな、 F 型の、 F 型の、はい、裏をぶった切って裏外して、まあエアが入るようにこだわって出しちゃいます。で、あとはフロントのスポイラーが SDI ですね、これ。はい、はい、フロントはそんな感じですかね。あ、ここもこれあのヘッドライト押しは取ったら蓋がつかなかった感じですね。あ、なるほどですね、はい、いいっすね。あ、そっか、これ後期顔になってるんですね、前期なのに。そうですね、バンパーとヘッドライトも後期、はい、ヘッドライトも後期で、はい、普通にポンでつくんですか。若干バンパーブラケット削る感じで、あ、まもなくですね、営業さん、ゼッケイン。で、あとサイドに回ってきて、このホイールですよ。これ T37 のサーが SL でしたっけ。そうです、10J40 ですね。10J40 です。ああ、いいですね。僕と同じサイズですね。僕のは、サーガじゃない SL なんですけど、ここがね、リムがね、違うんですよね。若干そうですね。そうですね、はい。ここがサーガリムになってて、僕のは T37 リムなんで、ここが違うんですよね。で、タイヤは、A052 の265と、はい、サーキットユーザーの定番タイヤで。これローター変わってますか。ローターは、はい、ちょっとメーカー不明なんですけど、はい、車外の2ピースの2ピースですよね、はい、
でパッドも青いエンドレスですね。CCRG、はい、CCRG 僕使ったことなくて、どんな感じですか、フィーリング。はい、それでは、2分前となります。フィーリングは結構いい感じです。でも結構しっかりしてそうですね。はいはい。効きも結構いいですか。そうですね。後ろの、はいはい、ここが、ここが効きなんで、結構意外となんか小さいところも考えられてる。メーカー不明で、はい、お安く手に入れるといったこれでも結構いいですね、マッチングしててかっこいいですね。派手すぎずフラクセント、はいはい。であとはマフラーがこれどこですか。富士壺で、あ、一本らしいですね。外装はそんな感じですかね。そうですね、はい、はい、ちょっと室内見てもいいですか。はい、じゃあ室内、まずハンドル、ステアリング変わってますね。はい、ナルディの34倍、34倍、はい、で、あとはフルバケですね。はい、グリッド、G3 のタイプ R です。タイプ R、グリッドってあんまり僕使ったことないんでレカのばっかりで、結構でもなんか深くて良さそうですね。そうですね、サイドも結構あって、はい、いいっすね。で、高田の4点、はい、はい、あ、5点です。あ、5点、すみません、ここまで出してなかった。あ、なるほど、たまたま殺しの5点で。で、あと変わってとかシフトノブですかね。はい、 STI ですかね。 STI のジュラコン、ジュラコン、はい、はい。それ高さも変わる？あ、シートノブですか。はい、ここは多分変わらないと思いますね。はい、なるほど。ここをぶった切ってますねそうですね、ちょっとあの僕、まあ、サーキットショップたまにコンソール肘とかも当たったりして、あ、主に軽量化なんですけど、はいはい、センターコンソール移設するのがちょっとできなかったんで、とりあえずこれでやってありますね、はいはい、男仕様で、そうですね、はいはい、やってきましたで、あと3連、うん、4連メーターか、はい、水温用ブースト油圧、油圧ですかね、はい、で、あと、そうだ、ドンガラなんですよ。そうですね、まだちょっとピラーとかカーペットが残ってますけど、はいはい、ほぼどんがらで、はい、なるほど。室内はこんな感じですかね。そうですね、あとはまあこれも車外メーターついて、はい、このリモコンが、あとこれは何ですか。これはステアリング交換するとあのステアリングスイッチなくなっちゃうんで、ああのこれをいじれるやつですね、メーターを。そうですね、ここの表示をいじれるように、はいはい、あまり使ってないですけど、はいはい、はい、なるほど、はい、エンジンルームなんですけど、まずどっから見ようかな。これメガライフバッテリー、はい、
これ結構人気ですね最近。そうですね。これ何キロぐらいですか。これスーパーレーシングっていうさらに軽いやつなんですけど。はいはい。3キロぐらいですか。3キロぐらい。3キロ4キロぐらい。じゃあもう10キロぐらいは軽くなってますかね。すごいな。あとはタワーバー。タワー。これはどこなんですか。年年区で。あ、これ。初めて見たもん。このタワーバー。で、あと HKS の車庫長。そうですね、車庫長ですね。で、あとは純正ラジエーターなんですね。そうですね、あのちょっと前まで車外だったんですけど、はい、やっぱりちょっと重いってことで。ああ、なるほど。インサーキットだったら軽い方がいいんで。そうっすよね。最近ちょっとまた純正戻して、はいはい、って感じですね、はい。まあ鼻先の重量はだいぶ違いますもんね。そうですね。でしかもレースしてるわけじゃないんで、そうですね、はい、まあクーリングすれば全然温度はいけますもんね、はい。であとはこのインテークガイドが、これ HKS のやつですかね。そうですね。コールドエアインテーク。コールドエアインテーク。でこれ毒キノコですかね。そうですね、 HKS の。 HKS の、はい。で遮熱のシールも貼って、で透明のターボサクション。ターボサクション、はい、っていう感じですかね。これ原車設定とかしてます。原車は、はい、一応フラッシュエディターで。フラッシュエディターで、はい、セッティングしてます。どのぐらい馬力と取るかって。一応350馬力の僕が53キロ。53キロ、はい。じゃあ結構もういい感じにセットされてますね。いい感じ、はい。ちなみにミニサーキットだと水温ってどのぐらいまでいくの。水温、まあでも100ぐらいですかね。100ぐらいですかね。100以上いくともうクーリング挟んじゃうんで。ああ、まあそうっすよね。そうですね、まあ100以上はあんまいかないですね。ああ、なるほど、わかりました。はい、という感じで朝岡さんの愛車見せていただきました。かなりね、サーキット仕様で結構こだわってる車両でした。ちょっとこれから一緒に走るんでちょっと楽しみです。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。